きチャンネル。ちょこんにちは。さあ2023年の総括と来年の課題というところで今日はヤクルトスワローズ、はい、ね、うん、5位です。5位、2連覇からの5位です、うん、ね、一瞬6位ありました。あれは一瞬ね一瞬、うん、ね、今年は57勝83敗、はい、なんと借金26と、はい、結構膨らみましたね、うん、っていうところで、うん、まあでもね、やっぱ前半村上のね不調っていうところは大きかったけども、うん、でも不調と言いながらも、うん、ね、2割5分6厘31本本塁打84打点だから、うん、まあ、三冠王からのだからね、はい、若干見劣りするけども、うん、まあ、何人いたらホームラン王ですよ。全然すごい、はい、普通に普通にすごい、うん、だからまあこれはもう三冠王の宿命だ ね、 そうですね、求められてるのが多いからね、うん、これでも不調って言われちゃうんだけどもね、はい、うん、まあチーム打率2割3分9厘ワースト2位、はい、ホームラン123本は2位、うん、巨人に次いで、うん、で OPS677 は巨人に次いで2位、うん、で得点圏打率2割3分はワースト2位、うん、だから得点圏で打ててない全く、うん、でフォアボールの数が470個はセリーグ2位、うん、でデッドボール50個もセリーグ2位、うん、で盗塁が62個で、成功率7割5分6厘はセリーグ1位、うん、バントの数115個はセリーグ1位、うん、で成功率が8割3分クリーンが、セリーグ3位なんで、うん、もうちょっと上げたいかなっていうね、うん、ところはあるですね。でギヒも34で1位だからしっかりね3塁でもヒットを打たなくても点も取れてると、うん、で代打、率2割3厘、これはセリーグ4位なんだけど、でも川端がいるからね、はい、うん、だから川端以外が本当打ってないんだろう。そうですね、うん、ここまで下げてるってことはね、はい、でエラーの数が68個で2番目に少ない、うん、ね、その代わりダブルプレーの数が112個で2番目に多い、うん、やっぱチャンスをダブルプレーとかで潰してるのが結構多いのかもしれないね。うん、そうですね、うん、ホームラン打ってる割に得点圏打率も低いしね、うん、でいいところで1本打ててないんだろうね、はい、で続いて防御率ピッチャー、はい、3.66 ワースト1位、うん、先発防御率 3.95 ワースト1位、3.95 もう4点言いかけてるからね、うん、で、リリーフ防御率が5位、うん、非本塁打143は、セリーグ1位、うん、で、フォアボール342個は、3番目に少なくて、うん、デッドボール63個は一番多い、うん、めっちゃ出てる、うん、それは、うん、敬遠40個も一番多い、うん、作戦してますね、うん、で、失点が567で、うん、ダントツ1、うん、で自責点516だから51点失点と自責点の差があるから、うん、エラーが68個、まあセ・リーグの中だったら2位だからめちゃくちゃ多いわけじゃないけど、うん、結構エラーしたら失点ほんと絡んでるで。そうですね、だからエラーしたやつを踏ん張りきれてないピッチャーも、うん、でそれがすぐ直結する。で、被打率が2割4分8厘で1位、うん、一番打たれてる。で効率スタート率 45.45% は一番少ない、うん、だもう持たへん。で援護率 3.96 は一番多い、うん、もう課題明白やな先発やなそうですね、うん、はい、しかもあのミスを、ま、守りきれない、はい、もうエラー直結で失点する、うんうん、もうそれ全部絡んじゃうっていう、うん、だからまあ先発だけどやっぱ守備もやっぱりね、うん、少ないんだけど直結するから、そうですね、そのタイムリーエラーとかが多いんやろうな、うん、あとはやっぱりピッチャーが守りきれないっていうね、はい、そのエラーしても無失点で終われないっていうところが、うん、まあ、ここにあるんだけども、はい、ピッチャーね、まず本当そうですね、ピッチャー陣ですね、うん、小川が10勝8敗 3.38、はい、うん、だってもう終盤ピーターズ、サイスニード、ロドリゲス外国人3人投げてたからな、はい、でまあ、外国人はねあのピーターズが退団でサイスリード、ロドリゲス、オスナ、サンタナが、はい、残留っていう、うんうん、で1人外国人取るんだよね、はい、ヤフーレでしたっけ、うんうん、ヤフーレ投手、うん、まあ、ピッチャーね、先発にという、うん、だからそこはピーターズの代わりなんだろうっていうところもあるけども、はい、まあ、石川もね 3.98、うん、2勝5敗、うん、まあ、いいピッチングしてても援護がないっていう ね、 うね、石川の時はなぜかね、うん、で新人の吉村12試合登板4勝2敗4.33、うん、ここちょっと期待はずやな1年目としてはね、もうちょっとね、うん、しましたね。でロドリゲス 4.09 1勝5敗、うん、で高橋奎二20試合登板4勝9敗 4.60 防御率一気に悪くなったな本当ここがね、ね、でサイスリード 3.67 で7勝8敗、うん、で、まあ、ピーターズはいなくなったけども 3.26 6勝5敗っていうところで、はい、やっぱ先発、うん、いなさすぎるな。そうですね、うん、まあ、小川がなんか孤軍奮闘みたいなね、うん、
感じに、ちょっとベテランになってきますからね。でリリーフも石山50試合投げたけども防御率 4.40、 で木澤が56試合で 2.72、 で星が47試合で 3.38、田口が50試合で 1.86、すごい。で、山本42試合で 2.55、で大西が46試合で 3.60、 で、小沢が29試合で 3.02、本の26試合で 3.7 だから、まあ、ちょっとリリーフ陣も、ね、清水とか田口とかはいいけど山本もいいか、ちょっと防御率上がりすぎてるなっていうところはあるけどね、あと田口がねマクガフの穴を埋めたけども、本当田口の穴を埋めるやつがいなかったね、その前はね。で山本がね古軍奮闘でもう左左腕一人でね、はい、あのワンポイントもあり貝またぎもありね、っていうところもあるから、まあ貝またぎそんなにはしてないけど、で1イニングしっかり投げたり右左関係なくね、はい、結構あのロッテからね移籍してきて、まあ、今年で2年目だけども、まあ頑張ったなっていうところもあるけども、ちょっと薄かったね左が。そうですね、ね、だからその中でやっぱ山崎幸也は欲しかったと思うんだよ、やっぱ先発がいないっていうところ ね、まさかの日本ハムっていうところでね、だからここら辺の先発がどこまで頑張れるかっていうところと、だからまあそこら辺を、そのピッチャーの不安なところを、そのドラフト1の西田ってこうたね、専修大から、あとはドラフト2位のトヨタからね、松本健吾、ね、3位の石原明治大学から、っていうところを、この上位1、2、3をピッチャーでね、抑えてるっていうところはね、ここでもこの3人が頑張ってくれなきゃみたいな ねっていうところが、このドラフトからね投手陣が苦しいっていうのはちょっと見え隠れするけどね、はい、でこの中で1人2人はこういい活躍をね、していきながら、既存のね今年頑張れなかった選手がどこまで頑張れるかっていうね、高橋奎二投手も復活してほしいですよね、サイスリーでもやっぱ10勝はしてほしいよね、正直ね。でその中でね、まあ、野手は、ね、WBC 行ってコンディション不良もあったかも分からないけど、中村悠平2割2分6厘は寂しいよな、で山田哲人2割3分1厘ホームラン14本40打点もちょっとまだ早いぜっていうね、31歳なんてまだ中堅だからね、そうですね、ちょベテラン感あるから、動けなくなってんのかな、下半身とかどうなんやろうね、であとはねベストタイムと長岡が2割2分7厘と、あの打撃が急降下で、竹岡とかもねショート出てたりしながら、ちょっともう一回サバイバルポジションになる可能性あるよね、正直ね、でオスナがね、2割5分3厘23本塁打71打点、で村上がね31本ホームラン84打点、2割5分6厘、で、塩見の怪我も痛いよな、結構いなかったもんな、3割1厘打ってるホームラン8本打ってるけど、結構痛かったよね、正直、51試合しか出てないからね、3分の1しか試合出てないっていうのは痛かったし、でサンタナね、サンタナ3割しっかり打ってホームラン18本、ね、こちらはいい活躍っていうね。であとあの並木君頑張ったけどな、途中塩見をね、穴埋めの2割4分2厘、はい、足めちゃくちゃ速いしね、だからここら辺もうまくね盗塁15うまく絡んできたらまたいい感じになるし、青木がねさすがにもう全試合とかなかなか無理だと思うからね、そういったところでは外野も1人2人いるからね、その中でまあ浜田とか、赤羽、ね、赤羽かな、赤羽、沢井ね、沢井蓮、ロマン砲ね、これはでもちょっと怪我したんだよね、だからここら辺から早く復活を望むっていうねところもあるし、あと内野は北村ね、やっぱ右がいないからね、内野はちょっと右投げ左打ちが多いからね、そういったところではこう北村とかのこの北村沢井のこの2軍で大活躍のこのロマンの2人がめっちゃ成長してきてくれたらな、結構面白い存在になるけども、まあまだ去年来年すぐバシッと来るような感じはしないけど、徐々に来てほしいけどね。現役ドラフトって誰でしたっけ、元気ドラフトも北村、ジャイアンツの北村選手、そうか、右がいないってことなんだよ結局内野は、右投げだけ竹岡長岡もそうだし、宮本もそうだし、もう右投げ左打ちばっかりだから特に内野はね、そういったところではやっぱ右がね欲しい、だから三ツ俣とかも去年ドラゴンズから取ったと思うんだよね、やっぱ右が内野いないっていうところでね、内山とかがもう右の急先鋒だったからね、正直だからそこら辺は若干薄めがあるなっていうねところでは、オスナサンタカが残留してるからね、はい、でもそれ良かったですね、そういう感じではやっぱ投手陣がね、だからそのルーキー3人含めて、どこまで頑張れるかっていうところが、再構築がね、ここからの王座奪還に向けては鍵を握るんじゃないのかな、来季登っていけそうですか、ん来季いけそうですか、楽天と一緒の匂いするよ
あちょっと脆い感じですか、ピッチャーが先発がね、うん、痛いからね、はい、正直だからそこら辺がハマればね、うん、まあ、楽天よりはピッチャーがまあサイスリードとかまだいるから、そうですね、そこら辺がバチッとハマれば面白いかなって、あとルーキーもね、うん、含めてあるけど、まだそこはやっぱ先発におんぶに抱っこ感はあるけどね、そうですね、ちょっとそこがハマるかどうかですね、あとは塩見をかけてやっぱ元気でね、うん、行かなきゃいけないんで、その層が厚いわけじゃないから、うん、野手とかもやっぱ怪我していなくなると一気に戦力ダウンするから、うん、そういったところではコンディションを含めて1年間戦えるかどうかっていうのも野手は特に大事、そうです、ね、いる人たちはいいからね、うん、いなくならないようにしなきゃいけない、でも連覇した時から人ってそんな変わってないんですよね、変わってないけど結果が変わってるからね、でもマグ、ね、でもマグワクいなくなったら痛いよ、そっか、そこか、うん、結局は、うん、田口が見れなかったしね、うん、強い時はやっぱ後ろしっかりしてるからね、うん、ロマン・オンドレスとかバーネットとかね、マラカンというとかね、うん、だからまあ先発やな、 そうですね、そこが課題でどこまでね、うん、構築できるかが勝負だね、はい、はいはい。